ません。ないですか。はい。もし VR 使う、まあ、VR でたまに気分が悪くなる人もいるし、気分が悪くなったらすぐに押そうと思います。じゃあ簡単に操作の説明をします。今回使うのがこのゴーグルとこのコントローラーを使います。でこのコントローラーはこうやって左手と右手でこうやって持ちます。で使うのは親指と人差し指、この2本だけです。で親指はこのボタンは使いません。このスティックだけです。で今ここにアバターが映ってで、左のスティックでアバターがこう動きます。で、右のスティックでアバターの見る向きが変わります。で、今アバターからレーザーみたいなビームが出てる。で、これで後で車を選ぶときにこれ使います。で、選びたい車にそういうポイントを合わせて、で、人差し指でクリックしてください。そしたらセレクトできます。はい、操作これだけです。で、ゴーグルをつけちゃうと周りは本当何も見えなくなるので、一回これをコントローラーを見える状態でまず持ってみましょう。そうで、親指がこっちで、人差し指がここです。右も同じです。で、こっちでアバターが動きます。で、こっちでアバターの見る動きます。じゃあ、めっちゃやってください。めっちゃやってください。超キーラフィコン。はい、じゃあまずどっちからやりますか。はい、じゃあやりましょう。じゃあまずこの前に立ってる時間で、Wait lang, wait lang. ゲームプレイしていくんで、右下にここにプレイボタンがあるんで、これをクリックします。